つないで YouTuber! YouTuber の方に YouTuber の方を紹介していただいて、トークで盛り上がろうというコーナーでございますね。さあ、今日のテレフォン芸人は、コットンです、どうぞ。はい、コットンです。お願いします。コットンはだって、スターへの道鶴瓶で出たよね。はい。高校生。はい。ね。もう、これやる。はい、あ、そう、母がちょっと来れなくなっちゃう。あ、お母さんの虎。はい、あ、そうですか。ここはだってほら一芸を披露しなきゃいけないの。はい、なんかあるの。まだ全然できないんですけど、ニュアンスものまでで。ニュアンスものなんとなくでやるので、誰なのか当ててください。なる、俺が。はい、分かった、当てるのね。はい、はい、じゃあいきます。はい、あー、リバーサイリバーサイ。はい、井上陽水。違います。あ、違うの。え、はい、何。アナログ太郎さんが真似する井上陽水。いや、わかんないよ、そんなの。どこがアナログ太郎っぽかったの。この口元の感じあの、あいつちょっとしゃべれてるから、はい、あ、そう、そういう変化球もあるのね。はい、うん、じゃあもう一回いい。アナログ太郎。はい、じゃあ行きます。あはは、リバーサイ、リバーサイ。よろしくお願いします。ただいま、工事中。はい、じゃあ行きましょうか。前回のミファエルさんからのご紹介ですね。今日は、春木海さんの月人さんです。どうぞ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。ね、ああ、そうですか。はい、身長高いですね。はい、180。はい、ああ、ニファエルさんからのメッセージでね、はい、今度あのギャラ飲みをしましょう。これギャラ飲みをしよう。ギャラ飲みっていうのはあの、はい、だからあの付き人さんがお金を払って雇ってくれっていうことですか。はい、いや違います。ギャラ飲みっていうのは、うん、お金を払って女の子を呼ぶのみですね。うん、あ、だからそこに混ぜてくれて多分そうっす、いうことか。ああ、俺そんな雇うないけど楽しそうだね。そんな言ってたんすか。言った、うん、最高ですね。ギャラ飲み、うん、ぜひちょっとお願いしてみたい。ネタ楽しそうだ。はい、なんかあれでしょ、どっか行ってたでしょ、海外。あ、エジプトに行ってましたね。エジプト。はい、エジプトって言ったら どんなの。俺行ったことない。エジプトはなんかそのまあ昔の日本みたいなとこで。昔の日本。はい、まあ、まだ発展途上なんですよ。あ、そうですか。はい、でもスラム街とかも多くて、貧困もそれがすごく多いんだ。激しいんですよね。そうですか。人口1億人いて、富裕層が 12% もいるんですけど、日本とかやったら 2% とか多分 3% とかやと思うんですけど、富裕層も多いんですよ。ただその下のそのスラムのその貧困って言われてる層がもう多いっていう、なんかすごい、はあ、まあアラブ圏のあれなんですけど、すごい場所でしたね。あ、そう、はい、なんかなんかね、ピラミッドとか、はい、スフィンクスのイメージしかないですね。そうですね。ね、はい、また何で行ったの。まあ、それはあのあれですね、やっぱ社長がその月1回あの海外に行くのがノルマなんで。だから社長っていうのは、あ、春木海里さん。春木海さんが社長なの。はい、そうです、そうです。春木海さんの付き人。そうです。大体なんて呼べばいいの、そもそも。あ、いや、もう難しいんですけど、まあ付き人さんとか、その僕あの一応活動名として自分もその前に出るタイプで、うんうん、その活動名としてはトルサーっていう名前で。トルサー。はい、やらせていただいて。かっこいいね、トルサー。はい、そうなんです。もともとヒューマンビートボックスのアーティストをやってまして。ヒューマンビートボックス。あ、はい、なるほど。そうです、そうです。あの、うん、あのヒカキンみたいな。あ、はい、それのアーティストネームがトルサーやったんです。トルサ、はい、15年前ぐらいですけど、それでその名前をまた受け継いでとか引き継いでみたいな、いや、はい、だってなかなかその誰それの付き人っていう芸名人いないからね。そうですよね。はい、確かにインパクトありますよ。インパクトはある、はい、どんな人なのかな。だってもうタレントさんみたいなの、本当に。いやいやいや、ありがとうございます、ね、身長180あって、はい、イケメンで。あれ、ぜひ、とんでもないです。俺でも本当勉強不足で申し訳ないんだけど、はい、春木海さんっていうのはどういった方なの。一応その美容クリニックの経営をされてまして、全国5、今5院、はい、6院ですかね。
あ、美容クリニック、はい、そうなんですよ。なるほどね、はい、あ、そういうそのなんか整形したりとか、はい、そうです、そうです。あ、そうですか、はい、はその美容クリニックの経営プラス、まあ、自身がインフルエンサーとして、うん、はい、今 SNS 総フォロワー120万人ぐらいそんなにいるの、はい、へー、どういうことを載せるの。まあ、美容のことやったりとか、うん、そのまあ、TikTok でポジティブ足りないっていう言葉がバズったんですけど。何が足りない？ポジティブ足りない。ポジティブ足りない、はい、何ポジティブ足りない。聞いたことないですか？聞いたことある。何これ聞いたことあるんだ。やっぱその今この中やっぱコロナ禍やったりとか、うん、そのまあ不景気やったりとかっていう中でこう日本にこうポジティブが足りないと、そのやっぱみんなネガティブになっていったりとかしてっていう中でこうやっぱ世界にこうポジティブを広めようっていう、まあ、ポジティブスーパースターっていうので活動されてますけど、はい、それがポジティブ足りない。ポジティブなんかこういいね、あの、はい、音がそうですね、なんかポジティブ足りない、はい、落ち込んでる人とかに対してポジティブ足りないです、うん、ちょっと俺慰めてよ。いや僕の言葉じゃないです小路さん、ポジティブ足りない。あ、そう、ポジティブ足りないね。まあ、足りない、いいね、はい、ポジティブ足りない、でもそういうその先生と一緒に言うと、はい、同じようにそのポジティブ足りないとかそういう言葉をね、はい、あの発信していこうとかってなるでしょ。あ、まあそうですね、まあ、僕は一応その社長がポジティブスーパースターとしているんで、うん、僕はあのどっちかっていうと、うん、あの本当になんていうんですか、小さい頃からお金に興味がなくて、うん、まあその興味がないというか、うん、お金なんていらないだろうって思っているタイプなんですよ、うん、でもなんか中学2年生の時にお母さんが亡くなって、はい、そのタイミングで、うん、あ、なんか余計にこうお金なんかあっても、まあ、もううち貧乏家庭だったんでお金すらなかったんですけど、はい、お金あっても、こうやって人が亡くなっちゃうともう意味ないじゃないですか。意味ないって。でもそのお母さんってどういう人かっていう、どういう人がやったかっていうと、すごい笑顔の人だったんですよ、うん、もうずっと笑ってて自分のことより人のことみたいなタイプのお母さんやったんで、うん、まあ、ちょっとそれをまあ僕が受け継ごうと思って、うん、まあ、そこからもう笑顔、お金より笑顔を大切にしていたタイプなんですよ。なんで、まあ、スマイルスーパースターとしてやらせていただいてます。はあ、スマイルスーパースター、はい、いいですね、SSS ですね。そうです、はい、はあ、まあ、その、でもまあその、うん、僕バツイチで子供いるんですけど、うん、その奥さん、前の奥さんが育ててくれてて、はい、でその子供が生まれた時に、あ、僕今までお金全然必要ないとか、うん、お金なんてどうでもいいだろうって言ってきたけど、うん、あ、その僕が大切にしてきたのは笑顔っていうのを守るためにはお金が必要なんだって。あ、お金より大切なものがあって、でもその大切なものを守るためにはお金が必要っていう、この関係性にやっと気づきました。ここぶつかるのよそれ、はい、ね、やっと、はい、31歳の時に気づきました。チャンネル登録してくれるよね。